画面のそちらの皆さんこんにちはこんにちは達也葵のもっと聞かせてレトロゲーム第3回が第3回が始まりました <laughs> 3回大丈夫ですししはい大丈夫ですはい第3回です第回 <laughs> 今日は IGN ジャパンの今井さんに参加をしてもらいます、はい、そうですね僕初めて登場ですが第3回これに呼ばれてきましたはい、はい、お呼びしましたよろしくお願いいたしますさて今回のゲームのタイトルなんですが。 アトランチスの謎です。てて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 て、みんな知ってますよね。頭から離れないこのあれ。 <laughs> いや僕もあの音楽は非常に印象的な <laughs> あよかった、はい、ねねすすごいいいですよ、ね、あのそれぞれゾーンによって違いますけどねいろんな音楽がいろいろあるんですよ。はい、で今回は知っている方もそしてまだ知らない方もどんなゲームか分かるようになるべく説明しながら進めたいと思うので皆さん、どうぞごゆっくりお楽しみください、はい、えそしてネタバレになる話もちょっと出てくると思いますがご了承ください。お願いします さてこのアトランティスの謎なんですが1986年にサンソフト現在のサンデンシさんから発売されたファミコン用横スクロールアクションゲームなんです伝説のアトランティスが突如出現主人公は師匠を助けるため冒険の旅へというストーリーなんですねなんとこちら100面まであるんですよね,そうですね膨大ですね膨大な量の、まあ、もちろん当時はね全部見られなかったですけど ですよね。はい、でも結構いろんな面を今も振り返ると、ああ行ったことあるって意外とやり込んでるなと思うんですけど。まあそれもありますね。結構あの辛い思い出が <laughs> 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 死んだ思い出がいっぱいかなり難易度も高くて、はい、あのすごくいろんな思い出が皆さんもあるんじゃないかと思います。で、はいね、クリアするにはちょっとコツが必要なんですが。 アトランティスの謎を当時、私の家だと母しかクリアできなかったんです、はい、むしろそれはすごいですね。<laughs> 母はなぜかクリアできたんです当時あの僕クリアできた友達の家とかでもやってましたけど見たことないですクリアしたそうですよね、はい、普通、あれクリアできないこと思ってましたね。なぜかそのルートをどっかから聞いてきたのか自分で見つけたのかわかんないんですけどここで10名行って、スタートってとかそういうのをなんか知ってて。はい でしかも7期スタートでちゃんとクリアできたんでそれは本当すごいですねいろんな,なんかあのゲームがうまい人のネットワークがあったんじゃないですかお母さんねえちょっとあの <laughs> 今度実家帰ったら聞いてみようと思います,す <laughs> はいそんな、えー、いろいろなご説明をこれからさせていただきたいと思うんですがその詳しい説明に入る前に本日は素晴らしいゲストにお越しいただいておりますご紹介いたしましょうアトランティスの謎開発チームから 竹内明人さんです。は <laughs> こんにちは。<laughs> ようこそお越しくださいました。可愛い,いですねこれ。<laughs> はい、ありがとうございます。竹内明人さん、ではまず簡単に自己紹介いただけますか。はい、あの竹内明人と申します。あの元三ン電子で、今はまあちょっと別の会社なんですけども、あのその当時あのガスを担当しました。 あの名古屋から今日は来ました。名古屋から、はいよろしくお願いします。今井さん嬉しいですねます。まあサン <laughs>、ね、<laughs> 電子さんまあすごくねあの伝統があるあのゲーム開発会社さんですけどあの。 最近、ま,あ、まだいろいろ出してますけどあ、会う機会あんまないんで、貴重な機会だと思ってますね、サンデースさんの方と。あそうですかあいもともとっていうことで、今は違う会社ということですけど、はい、ずっとその頃から名古屋だったんですかね、はい、あそうですね、もともとサンデースっていうのは名古屋だったもんですから、はい、まあ名古屋っていうか、ちょっと名古屋からだいぶ外れてたんですけども、あのーまあ、その地域ということで、はい、ずっとそうですね。はい そうなんですね。はい、あの今日私ネームプレートにですねモアイをあしらわせていただいたんですけどモアイ三体というと名古屋わ <laughs> かる方にはわかっていただけますかねかかかちょっと後でね,でね説明させていただきますけどね、はいはい、え当時は竹内さんはどんなことをされてたんですか <laughs> えっとそうですね当時はあのまあちょっと三十三年前になってしまうんですけども、はい、あのまあゲームデザイン兼 プログラマーーディレクターみみたたいな全部やってみたい、ね、あのーまあ、当時チーム3人しかいなかったもんですから僕とサブのプログラマーの人とあとアーティストの人3人になったんですずっとその制作に関わってるのは、うんうん、なんでまあ結構関わってましてね、はい、3人でこの100名のゲームを作られたんですね,そうですねあとまあ,あのヘルプはいっぱい呼んでましたけどもねはいずっと 制作してたのはそうですね、はい、なるほど今日はいろいろお話をお伺いさせてください、はい、よろしくお願いしますではまずはこのアトランティスの謎が生まれた頃のエピソードをいろいろお伺いしたいと思いますじゃあまず開発のきっかけってどんな感じだったんですかね そうですねサン、あのーまあ、ソフト自身がこれ4作目なんですけども、まあ、それまではあのアーケードからの移植が多かったものですから、はい、でやっぱりアーケードはやっぱりアーケードの楽しみ方がありますし、まあ、家庭用は家庭用でまたちょっと別の楽しみ方というか遊び方があるんでやっぱり、あのー、アーケードからの移植じゃなくて、まあ、その家庭を専用に作りたいという、あのー、ことがありましてそれでまあ あのそろそろまあそのアーケードの方もネタが切れてきたんで <laughs> あのやろうかっていうことでスタートしたんですね。で、まあ、最初これで、ね、やっぱり結構参考にしたといいますかあのこののがあるんですけどもそれがあのこのゲームが出るまあ2年間 1>, 1年ぐらい、ちょっと五日は覚えてないんですけども、あのナムコからのパックランドっていうのがありまして、それはあの横スクロールで、僕が見てあ最初のそういう横スクロールアクションゲームなんですけど、ね、実際<の>ジャンルとしても、多分かなり早いものですね、はい、スーパーマリオよりも早くあっで,でこれは結構、あのボタンでどこタイミングをとって、はいはい、あの 敵をかわしていくようななゲームなんですけども、まあ、これにちょっとアクションとかあのもうちょっと派手な動きとかを入れたら結構バリエーションがこう増えるんじゃないかっていうのがありましてでまあこれを企画をしてまあ始めたっていうのが最初なんですね。はい、そうやって生まれたんですねで、はい、でやっぱり冒険とかそういうのはやっぱり皆さん好きなんで。はい すごい冒険感ありますもんんね。いろんな面があ結構古いその資料とかを <laughs> いろいろ集めて、まあ、過去にあ,ありそうになったものをいろいろ集めてきた感じなんですけども、はい、その分岐するステージみたいなのはなななどうしてそういう発想になったんですかうんとね最初はやっぱり最初100面っていうのはもう最初の決めたんです。あのー まあ社内的にこうプレゼンするときもやっぱなんかインパクト欲しいですし、<laughs> ともかく100えある。<laughs> <laughs> んか歌い文句がないと、流通とかその雑誌なんかにもなんかこう特徴がないとなかなか、これは100ありますみたいなのを最初にこう出すとまあ食いつきがいいと言いますか、そういうのがあるんで、最初はまあ100面ということで,で、普通にこう最初は繋がってたんで、順番に考えてたときは。 あのやっぱり途中でちょっとワープさせたらいいんじゃないかとかっていうのを考えて、まあ、あのそ飛ばすっていうのを作ったんですけども<ー>まあそれがちょっと最後やりすぎてもうそこらじゅうに飛ぶすぎて <laughs> <laughs> まあ実際に、ね、<laughs> プレイしても100面全部やるわけではないですねほとんどの場合はいろんな面といろんな面がこうつながってるから扉を見つけると。 ちょっっっとやっぱり楽しいいですよどこに行くんだろうっていうて入っちゃいたいけどね入って後悔することもある <laughs> <laughs> そうですねはいでやっぱり進むだけじゃなくて戻るっていうのもあったらいいのかなと思ったんです戻るんですよ <laughs>、はい、あ七70何名まで来たと思ったら50何名に戻ったりとかするんですよね、はい、そしてすごい今冒険館というお話がありましたけれどもアトランティスの謎このタイトルもすごくインパクトはあると思うんですけど、はい、謎 えそうですね、まあこれはどっから出てきたのか分からんよく覚えてないんですけどあの,そのいろいろゲームのタイトルを考えるときにこれ最初からあったわけじゃなくて、まあ、途中で考えたんですけども最初確かにあの。 あの当時『レーダース失われたアーツ』っていう映画がありましてあのイメージがあったもんですからインディー・ジョーンズです、ね。あれのイメージがあったんでタイトルは確か案の,の中にあの「レタス失われた野菜にしよう」っていうがあったんですよ。でもそれはちょっとあまりにもこうふざ,ふざけすぎてるんじゃないかとってかなり批判を受けて、えーえー、でまあ最終にそれは没になってしまったんですけどもあのいろいろネーミングするときに昔僕あの。 ネーミングしななきゃいけかかったもんですから、はい、あの中学校の時の世界の地図帳を持ってきてまして、うん、でその地図の地名を見ながら何かこうインスピレーションというかこう、うん、イメージなったやつを出してたんで,、はい、でアトランティスもなくその中から多分出てきてるのかもしれないですけどもこれを最終的に提案したのが誰かっていうのはちょっと、はい、<laughs> 記憶にないんですよね。はい、はい、いずれにしろでもそのいわゆる アクション映画とかインディ・ージョーンズ的なテーマってのは決まってたんですねそういう感じイメージではあったんですまあ古代遺跡を探検して宝物を探すみたいなはい、はい、まあちょっといろんな要素が入りすぎて、まあ、あれとはちょっとは違うところもあるんですけどねあでもレタスかアトランティスかって言ったらもうすごい違いが <laughs> あ、まあ、まあレタスはレタスで可愛らしいゲームかもしれないですこの難易度でレタスって言われたらなんだこれって感じはします、ね、<laughs> すごいまたあのもう一つの伝説になってるかもしれないですね,、はい、そうね最初はでアトランティス アトランティスですね、ね、はい、ただ、それは商標のほうを調べてもらったら、やっぱそれだけだと、もしかしたらあの危,な危ないかもしれないというんでうん、まあ、やっぱり謎解きだから謎っていうのを見つけて。 でアトランティスの謎だったんですけどもそれをまあロゴにしてもらうときにちょっとデザイナーに頼んだんですよそのライブのそしたらアトランティスだとちょっとバランスが悪いんで <laughs> システムにしてくれって言われて <laughs>、えー、でアトランティスの謎でこう <laughs> 落ち着いたって感じなんですよ初めて聞きましたねそのいや本当にそうだったんですねでも確かにすごくバランスいいですよね、えー アトランチスのあの検索するときに引っかかりやすいっていうメリットが今ありますけどチスじゃなくてチスの方はが引っかかりやすいですねだといいいっぱ出てきちゃますからすごいですね、そうしてこのタイトルが生まれて「よみがえる帝国」っていうサブタイトルもねありがとうございます当時、どんなエピソードがありますか そうですね、まあ、エピソードというか、まあ、これに関しては、やっぱり返す金が結構厳しかったもんですからね、ねねうお尻決まってて、まあ、本当はもう1ヶ月前に発売するはずだったんですけども、まあ、ちょっとどうしてもできなくて、なんで、も思ってる印象というと、あのまあ、とにかくちょっと、めちゃくちゃこう急いでたなっていう、はい、<laughs> 感じですね、はい。 当時はでもそのファミコンはある意味、かなりブームになってたところで,ですねはい、あのーまあ、その前は,はあのアーケードのゲームをもともと3年収アーケードゲーム作ってたんでやってたんですけどやっぱりだん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 こうファミコンにシフトしていってましたね、はい、でなんで、あので、ー、インカムっていうかそのゲームセンターですとそのお金がなかなか入らないもんですから、まあ、そうするとゲームセンターの人もなかなかこう。 機会を買ってくれなだん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 ちょっとかなりみんなどこの会社もそうなんですけども自利品気味でしたねはいでその逆にもうブームでしたのでこれからもうすごいこうブームの上り調子みたいな感じでタイミングとしてはかなりいいそうですね、えー、なんでうちは確かサードパーティーではあの10社目ぐらいだったと思うんですけどもまあ縁があってちょっとそういうのを発散 入することができたもんですから、ま非常にタイミングが良かったですね。本当にその頃はなかなかそのファミコンがね。手に入らなくてで、僕の知り合いというか。まああの聞いたらなんかその。<laughs> 僕もファミコン持ってるよって言うんですけど、セガだけどって言うんですよ。<laughs> <laughs> ファミコンじゃなかったですか、えー、<laughs> 買いに行ってないもんですから、えー、セガの機械を店の人に買わされてしまったみたいな、はい、そういう時代でしたね、はい、だからファミコンのゲームとして出すために、やっぱりそのファミコンに合わせたゲームデザインとかやっぱりかなり意識しましまたそうですね、ファミコンっていうのは、そのハードの特性っていうのもありますんで、うんあの、それに合わせたものっていうのは結構ありましたね、はい。 得意なことととやっぱり不得意なころありますんでは、はい、ゲームとしてもやっぱりそのなんていうかアクションよりだけではなくそのいろんなとこ行ったりアドベンチャーっぽいものっていうのは、はい、なんかファミコンだからっていうのはやっぱあったんですかね、うん、そうですねファミコンだからっていうのはありますね、はいまあ、家庭用だからっていうのがいいい家庭用はまあ何回もやり直しか聞くっていうことですね、うん、はいなるほどまあそのアーケードの場合は本当に100円入れて 次入れてくれないとだめだもんですから、ねですね、で長く遊ばせちゃだめなんですよ<ー>あのできるだけ短く終わらせて次やらせるっていうそこが結構あのまあ重要なノウハウになってくるんですそうですね。はい、確かに家庭用とアーケードって全然違ってきますねそうすると、うん、ねでも当時の開発の環境をご存知の方からお話聞けるって今井さんなんか嬉しいです、ね、まあそうですね。ううのこの時代は非常に 日本のゲーム産業的にもすごいあの活況してきた頃なのでね、でねまあただやっぱりそのアーケードからそのファミコンにその市場というかを変えたあのメーカーさんやっぱ多くて、ただそのゲームの文法的にはやっぱりアーケード文法ちょっと残ってるかなっていう印象も少しあるんですよね。まあ、例えば、あのこのアトランティスの謎にもあるその時間制限とか、うん、あれとかは。その 家で遊んでたらなんでこんな早くやんなきゃいけないねんって思うんですけど <laughs> まあ,あのゲームセンターだったら今日ああう仕様は普通でやっぱりずっと同じ場所で安全なところでずっといられたら困るわけですよお客さんずっと100円入れたままでなんでやっぱりそういうふうにせっつくようなだからやっぱり普通は強制スクロールだったり何らかの,その時間制限が設けられるのがそのゲームセンターのゲームの基本だったと思うんですけどなんかそのまあスーパーマリオとかもそうですけど時間制限ってなぜか残ってて <laughs> ファミコンになっても。<laughs> なんかプレイヤーからしたらなんてこと言いかないのって、ついちょっと難易度けに難しくなるだけなんじゃないっていうところはありましたけど、まあ、確かに、うん、そうですそれはありましたまだだからやっぱりちょっとそういう歴史みたいなのっていうか、そういう習慣みたいなのが残っ,てて、はい、残っちゃって,て、えー、もう点数いらないんじゃないかとかね、スコアアタック要素も完全にアーケードのためにありますよね、そうですね、うん、に特に意味はないですよね、ね単点数高いとうまいっていうこと。えーえー 点数のも超インフレですから、もう、ね、1点、2点集めたって、意味がない,てい <laughs> あでも私もずっとアトランティスの謎って、なんで点数なんだろうって、ずっと思ってたんですけど、うん、ついに昨日判明したんです、いろいろ調べたりプレイしてて、あれ、10万点取ると、一知らなかったんですよ。 ずーっと知らないでやってたんで,で、はい、もしかしたら私知らない間に一気上がってたんですね、はい、今まででもあの,あ,あのアトランティスの謎で一気上がるとだいぶち違うんじゃないですかだいぶ違いますよ <laughs> ただあれ狙ってできるようなもんじゃないんじゃないですか <laughs> 相当長い、うん、そうですねまあ一応スコアあとから登場するスコアが上がるアイテムみたいなのもあったり、まあ、あともちろん宝箱ですけど、ねはい、まあ,あの辺はそのゲームのフレーバーとしてはなんかそのお得感はあるけど普通にやってたら なんでスコアもらって意味があるのっていう感じはなってますよね。ア <laughs> ーケードの名残だったね。まあ名残というか文法ですよね。ねまあそれにはもしかしたらその点数を集めたい人もいるかなとか<笑><笑>はいはいはい。まあユーザーもそういったじゃいっぱいいましたから昔は。<laughs> 確かに。自慢する時にまあこういうゲームですんでいや俺何万点言ったよってもしかしたら自慢する人がいたいかなっていうまあ保険みたいなところがちょっとあったのかもしれないですね。逆に今の時代だったらそれこそ スクリーンショットみたいなの撮って何万点撮ったって自慢できちゃいますねまあそうですね昔はだからやっぱりその友達同士でやっぱり言ってたんですよねーそのゲームセンターだったらそこら辺にいる人に見せたりするしやっぱりあの。うん ファミコンとかだったら、まあ、RPG が流行ったらなんかレベルが何になったとかそういった話になりますけど、まあ、アクションゲームだったら何回クリアできるとか何万点いくたとか、まあ、やっぱゼビウスとかはそのファミコン版もあってやっぱりそのスコアアタックのメインのゲームだったんで、うん、まあやっぱりファミコンの初期のゲームはそのアーケードっぽさがかなり残っててうん、うん、でそれがそのソーシャルでなんか友達と自慢し合う道具っていうところはありましたね。 そうだったんですね、うん、でもあの口で言うだけだとちょっともったりできちゃいますもん、ね <laughs> まあ、そこはだから逆にそれがだから都市伝説になってどうやってそんなにするのっていう話にはなって <laughs> そこからう嘘の情報動画が出回ってそれこそお母さんとかはそのスコアアタックもしてるかもしれないですねクリアできる人うちのお母さんスコアアタックしてたのかなちょっと聞いてみますね気になりますけど相当アトランシスのスコア,アタックってすごいあの難しそうですけど難しそうですよね。 あ、そう、もうちょっと今のスコアの話で、ちょっともう一個聞きたかったんですけど。私初めて知ったシリーズ二つ目なんですけど。はい、宝箱の点数が宝箱によって違うことを機能したんですよ。あすよねうん、これのあたりはなぜそういう変化をつけた感じですかね。うん、そうですね。特に、まあ、宝箱はそうですね。いろんな宝箱を。まあ、いつも取った時に、何て言うんですかね。楽しみが、まあ、もし点数を集めてる人がいれば。 これは何点だったとか、うん、あっ点かとか一番高いや100万点ぐらいあるはずなんですよ。えー、1>, <え>1点っていうのは何かあったって 1>, ?1 点は確かありましたねなんでまああのー、やっぱりただ取っていつも同じよりも、まあ、ちょっと違ってた方が。 ちょっと楽しいかな驚きみたいなやつがあるから効果音が2種類「ててれって」と「てれレれってって」っていうのがあって私はその「てれレれっての方がラグジュアリー感があるからあ今高い宝箱を開けたんだって思ってたんですよだから点数が低めのと高めのって思ってたら全然違うんですねそうですかえそれなんで変えてたんかなすみません記憶にございませんになっちゃうんですけどそうですかえ ういろんな宝箱もあるというお話をさせていただいてありがとうございます、はい、じゃあですねここからはアトランティスの謎に登場する印象深いキャラクターやアイテムについてご紹介しながらお話を伺っていきたいと思いますまずは主人公なんですが主人公の名前はウィンというんですね、はいはい、この名前は何か由来があるんですか えと由来ですかこれは正直ちょっとあんまり大きな声で <laughs> あのもともとこれ各開発する時にですね開発コードっていうのが決まってましてあ<ー>あの最初はまあ花シリーズだから「オリーブ」とか「アイリス」とか、うん、でその次なんかこうゲーム作る時に今週前になった時に花あの季節になろうしようってことになってであの スプリングとか SPR とか SMR とか、はい、そういうコードをつけててそれであの、まあ、出勤簿にそのコードと何時間この仕事したっていうのをつけて総務、まあの方が集計してたもんですからその時のコードがですねこれがあのウィンターのウィンだったんですよ。ですで、まあ、なんか名前ないかなって言ってもなかなかちょっと思いつかなくてですねでもうそのまま開発コードがウィンになっまって<ー>。<laughs> <laughs> それだけですまあウィンだから勝つでもう勝利のウィンでまあちょっとこれもいいかなっていうのがあってああもう全然ウィンの方だと思ってました今井さんはいやあんまり意識したことない、ね、なんか名前をなんとなく覚えてますけど、うん、あんまりだからそのストーリーに疑問を持ったことあんまない当時ねあんまりそのストーリーとかバックグラウンドよりもゲーム性,ーム性みたいなすいの、ね、すごいこう重視しててうん、うん、まあ結構あの ストーリーとかまあその敵のそのキャラの素性とかその結構後付けが多いもんですからとりあえず作った後で、えー、とりあえずゲームで,でやっぱり取説書くときにあの取説書いてくださいみたいな来るんですよ原稿が、はい、名前ないとちょっと書けないんでちょっと無理やりこうつけてたりとか本当にあの失望させて申し訳ないとい <laughs> うか全然、やっぱりゲームが楽しいことが一番ですからね。はいでえっと師匠 助けに行く師匠がいるわけですね。はい、その、ええ、囚われている師匠を助けにウィンが冒険していくわけなんですが。はい、その師匠の名前がゴンベさんというと。はい。急に日本っぽい名前。<laughs> はい。そうですね。これはあの、まあ、一気っていう。はい、あの、三ソフト。まあ、三電子のその、まあ、結構有名な。名なゲーム、ね。えー、ームがあるんですよ。あの、これ。 前に僕はちょっと手伝ってたんですけども、はい、まあ結構誘惑付きのゲームといいますか<ー>まあそれはエピソードとか大きすぎてそれ喋ったら2時間ぐらい使えそうなぐらい色ろいろあるんですけども最初「百姓一揆」っていうゲームだったんですけども批判を受けて一気に変わってたんですけども<ー>まあ要はあのこのゴンベとタゴっていう人があの百姓一揆っていうか一揆を起こしてその殿様をやっつけるっていうそういうアクションゲームがあってでそれがなぜかなんか。 すごいばかばかしいんですけども割と売れてしまってでまあやりましたよ、僕もね。ねえー、で当然ながらやっぱり名残でどうしてもつ,くんだけ,け,つけた方がいいかなというのは。じゃ友情出演的な扱いです、ね、ああそうですねはいあ<ー>ねでも一気をプレイした方は最終的にファイナルステージでゴンベさんに出会ったらじゃあやっぱり嬉しいですよね。<laughs> というふううふに思うのを狙ってるんですけどだってもうあ師匠コンフだだたんね師匠とはまあちょっとねあのこの人単なる農家の方なんで、はい、あの師匠っていうのはちょっとまあ <laughs> 結構こじつけ的なところがあるんですけども、まあ、ある種サプライズ的な感じとして出てくるてう感じなんですね,ですね、えー、誰かからこれ出してくれって言われたような気もするし最初のストーリーがですねこれ確か あのお父さんを助けに行くはずだったような気があそうなんですす、えー、そうだったんですねでねもこいつを助けに行くことにしたからちょっとお父さんではちょっと合わないので <laughs> だから師匠になったような血 <laughs> <laughs> がつながってる感じがしないから。えー、そうですね確か ことがあったような気がするんですけどね。はい。そうなんですね、えー。まあ、ほとんどの人知らないと思うんですけど。はい。はい、いや、でも、すごいいい笑顔で迎えてくれるから。<laughs> 最後クリアした時に。すごいほっこりした気持ちになりますよね。<笑><笑>まあ、登場があそこだけだし、あの後、特に何もないもんね。そうですね。ラストは。えー、逆に言うと、このゴンベがメインの、あの、あの、エンドクレジットみたいなもんなんで。そうですね。はい、ゴンベさんのための最終ステージですからね。ねはい。 結構、受けると思ったんですが今はちょっといや、誰も知らないよって言われてままあまあまあ単純な話であそこまで到達できる人は結構少なかったと思うんですねそうなんですかねでもね知っているっていう方ご覧になってて知ってたよ、ゴンベさんに会えて嬉しかったよという方はぜひコメントください <laughs> <laughs>、はいはい、じゃあ続いては、えー、敵キャラクターこちらもすごく印象的なキャラクターが多かったですねはいまずですね。 バタバット、ボンチャー、ギランのイラストをご用意しました。こちらはですね、ちょっとあの私があのドット絵を参考に書かせていただいた非常にあのイメージ画なんですけれども、まず最初に出会うのがバタバット。え、ね、あのコウモリのような感じですよね。はいはい、これ糞を落としてきて、その糞に当たってもダメなんですよね。うんはい、最初のあの敵ですね。 一番最初の最初のスタートの時に出てくるやつですね。はい。糞に当たってなぜ死ぬんでしょうって本当にあの子供ながら分かんなかったですけど。結構でも大きいですよ。大きい。痛いんですかね。痛い。いやそうでそれは結構言われたことあるんですよ。糞で死ぬのみたいなのは。まあ昔のゲームはそういうのありましたけどね。そうですね。だかどっかの雑誌かなんかにフォローでですね。いやこれに毒が入ってるから死ぬんだみたいな。 フォローしてもらったんで、そうそれは死んじゃいますね。うん、それはよく良くないふんですね。まあでもそれほどね、うん、あのいやらしい動きはしないんで避けるのはそんな難しくないですね。倒せなあんまり倒せないっていうのは難しいす、ね、ですね。まあ、出てくるタイミングがまあ結構パターンなんで、うん、その時にしゃがんだり先在、ね、ればはいはい。はい この一面に最初に出てくるバタバットなんですけど、一番上の高さを飛んでいるのだけふを落として、うん、高さがの中段とか下段にも出てくるんですよね、中段下段に飛んでくるバタバットはふを落とさないっていう特徴があったんですよ。で、あのなぜか私、母から、その一面をクリアするときは、ずっとジャンプを繰り返すと、コウモリの高さが低くなるから、ずっとジャンプするんだよって教わったんです。<ー>ガセ情報ですかね <laughs> うーん どうだったかなちょっとえー、でもなんかをもとにその出すスタート位置を決めてるんです可能性えーうん、なんでそれがジャンプなのかっていうのはちょっと覚えてないんですけどねはいまあいまんそんなことする前に一面はさっさとクリアすれ,すればいいと思うんですけど <laughs>、ね、そんなに難しくないんでさすがに一面はそうですねそこまでちょっとそのまあ考えてたっていうのはちょっと驚きなんですけどね <laughs> でも逆にジャンプすると今度低くなってくるから当たりやすくなるんですよ。まあしゃがまんなきゃいけない。そうなんですよ <laughs> あれだから何のアドバイスだったんだろうなっていうちょっとおまじない的なやつかもしれない、ね、そうですね。うん、原ン担ぎ的な、うん。不思議なバタバットの思い出です。はい、続いてあの巻貝のようなヤドカリのようなボンチャーですね。この子はあのボムをボン,ボンですかねボムですかねボン,ボンを、はい、えと出すとくさっとか隠れるんですよね。はい、でその隠れてる間無敵なんですよね。はい そ,うそして、えーと、私の印象だと2回当てなきゃいけない敵っていう印象んですがこの子がたまにでもあの出してるのにたまに強い子がいて <laughs> あれ、しゃがまなかったって言って死んじゃうことあったりしまししたうんバグですかねゃがむ時に何かのタイミングでもしかしたらしゃがまないどっか落っこちる時とかはしゃがまなかったかもしれないですね。 この子も可愛くって、そして続いて右側のギラン、この、こ,のこう飛ん,で飛んでくるんですね、いろいろ地面の下から飛んできて、こう、弧を描いてこう、なんていうんですか、信仰を妨害する敵なんですよね。タタタタとと来てあの意外とこの子が 大変でしたね。いや、うん、いやらしい感じで来ます、ね。<laughs> あの <laughs> 自考自り率は高いです。だって自分であんまり予想してるというか、急にきますか？<laughs> そうですね。あのこういう人たちはちょっとあのなんですか障害物を関係なく来るんで、はいはい、あのまあ普通自分はその下は落ちないんですけど、その落ちないところからこう擦り抜けてくるような感じで来るんで、まあちょっとあのいやらしいかもしれないですね。そうですね、はいで。後半の面になってくると。 クロスでで飛んできたりどうしろっていうのっていうようなこともあったりとなかなかあの苦戦を強いられた敵キャラですね、はい、さあ続いて、えー、6種類のキャラクターが書いてありますが左上からいきましょうビストンというイモムシのような敵キャラでしたちょっと私のイラスト全然可愛くないんですけど実際はもっと可愛いんです。 あの <laughs> 愛知でデザイン博って昔あってそのキャラクターがデポちゃんっていうキャラクターいたんですけど、はい、そのデポちゃんみたいだなって私子どもの頃思ってたぐらい可愛いキャラクターなんですこれ、ね、あのイラスト可愛くないですけど <laughs> この子も1発当てれば <laughs> くるくるくるって可愛く倒せるんですけどあの結構上から落ちてきたりとかなかなか苦戦を強いられました。はい まあ基本的に爆弾なんで、なかなか当てるのは難しいですよね、全体的に、はい、ちょっと時間差で、えー、あの発生が出るんでね、そして隣の王用、これはあのサソリらしいというのをちょっと私が調べた感じ、サソリ私でも実はですね、ナメクジだと思ってたんですよ、<laughs> ずっと。 サソリなんですね、はい。サソリですね。はい。毒を持って、確かに、あのね、あの尻尾がありますね。ねまあ、ちょっとドットが荒いんでね、足のゲームは。まあ、そうに見えてしまうのか、というのは。<laughs> まあ、行致し方ないですね。はい。でも、この子、あの動かないので、比較的、あの避けやすいし、倒しやすい敵だったかなと。ケアレスミス剤。ね、しなければっていうことですね。はい。で、その右側にいるのが、ネバップ。という紫色の、こう、ちょっと、こう。 スライム下をこうゴロゴロゴロと歩いてたりしたらいきなり上に飛んだりで上から落ちてきたりあとはあの上下をものすごい速度でずっとこう行ったり来たりしてる子もいて、ええ、この子もなかなか大変でしたね,、はい、そうね多分どっかまで行くとこう上下に、ね、移動するっていう。はい になってたと思うんですけどもそれがあるいどっかに入,る入り込むとそれがこう連続して起こってしまって、はいえー、そうなってたんだと思うんですけど本当にあの、えー、一番苦手だったかもしれないですそのどういう動きするかわからなかったのでそして左下がジャック・ビーというハチのようなキャラクターですねこれは動きがゆっくりであのこううんときてこうちょっとこう追っかけてくるんですよね という敵だったんですけど、あのボンをうまいこと当てると、ここにいたとして、ボンをうまいこと当てるとヒューンって倒すことができるので、当たると気持ちがいい敵ですね。うん、うん、<laughs> でも当たらないとずっと追っかけてくるのでなかなか厄介です。しかも動きがゆっくりだからタイミングがなかなか合わないんですね。なるほどうん そして、えー、下の真ん中ガイボーンというちょっと骸骨のような敵ですね。はい、この子もすごく印象的でしたね。ちっちゃい頃はあのやっぱり骸骨だっていう印象があったので。えー、そうですね。名前がもう骸骨とボーンってそのままですね。これよく考えたら。可愛 <laughs> <laughs> い,いですね。でもガイボーンってでこの子が意外とびっくりすることにあの地面からこうにょきにょきってこう現れたりとかするんですよ。で、そして歩いてくるんですが、急に ジャンプしたりすするんですよだからそのこう歩いてくるだけかなと思って飛んで避けようとすると「こんにちは」ってなっちゃうんですよねだからなかなかこの子も苦戦を強いられてそして右下ですねザバーン、はい、もうすごいインパクトのある子ですよねこの子は攻撃していきますもんねピョーンって飛んできてで口から何か出すんですよ。うん、でその出すすのが私にには魚に見えてたんですけど、ええ 魚団を出してるんですか?。いや、魚。でいいと思います。でいいですはい。多分誰かが魚団にしてくれたんだと思うんですけど。あな,どなど、ええ、あの、ええ、考え時に、あの、指示したのは、あの、飛んできて魚吹き出せっていう。のが、書いてあったと思うんで。へええ。魚ですね。はい。さっき出てきたギランの小魚みたいな感じの子を出すんですよね。うん、もう。っとええ。ただ、こっちはもうちょっとこう。 垂垂直直に飛飛んんんでででといううか水平に飛んでくるやつだ思すけどそうなんです。でこの子はそのいろんなえっとちょっとこう飛んだりする海の面みたいなと海湖の面の湖、はい、とかに出てくるんですよね。はい、そうするとこうえっとなんていうんですかねブロックがこうあってこう飛ばなきゃいけないようなエリアから急にこう現れるんですよ。でそのこのブロックの上に乗るんですけどたまにこの。 水の上からこう現れてそのまま戻っていく子がいるんですよ。それがまたちょっと可愛くって私 <laughs> ザバーンすごく好きです。あそうですか、はい、可いいキャラでしたね。うん、さあ続いてこちらのスライドご覧ください。ダギーラ左側ですね。まあミイラのキャラクターですよね。はい、でこのダギーラはボンを3回当てないと倒せなくて。 で動きはゆっくりなんですけどこのダギーラがその足場がなくなる端っこまでいくとファイアーボールを出し続けるんですよすごい強いキャラだったんですよね一番強かったかなという印象がはいまあ倒すのにちょっと手間かかりますか,かですねはい、はい、まあそんなにでも動きは取りっきりはないですね動きはでも遅かったですね 急いでる時にいっぱいいたりするとあそうです結構大変ですよねまあ投げつけ投げつけって言いながら少しずつ下がっていく <laughs> 下がっていくと、うん、あんまりボンがねあの連射つけないんですよねそうです基本的に1画面中1個だけっていう制限があるんでこれも昔のゲームっぽいですけど非常にそれであんまり積極的に攻撃ができるようなゲームじゃないのでやっぱりあんまり敵に絡まれないように。はい そうすねあのまあファミコンの時に、ね、ちょっとあんまりこうキャラクターが横にたくさん並べら、ね、れないっていうちょっと弱点がありまして、はい、できるだけ横に並ばずに縦にこうしないといけないっていうのがあったんで横スプライト4つでしたっけ ?8 個が、ねえー、まあだからそういう制限が結構強,、えー、強くあるんでそこがちょっとかなり弱いとこなんで横にこうたくさん来ちゃうと困るもんですから、まあ、できるだけそう,いう来ないような配置とかそういうキャラクター 2期とかにしなきゃいけなかったんですね。はい<に> <laughs>、そんなご苦労があったんですね。うん、全く知らずにプレイしてました。うん、さあ、そして最後右側のザビーラですね。これがボスとなるわけです。けれども、まあ倒せないですし、はい、ファイアーボールはバンバン打ってくるし、あの壁に。 ね、張り付いているボスなんですね、何体か出てくるんですよその、その面の壁に何体もいて、すごいとめどなくファイアボールを打ってくるので、ここはあのこのあと説明する、無敵のマークがないとかなり厳しいというステージなんですよ。これ、とんでもないラストステージをお作りになりましたよね <laughs> そうですねあの、結構難しいですね。 すごくすそうですね、ただ、これはなくてもクリアできるんですよ、はい。避けきってってですね、すべてを。えそうですね、避けて、もう一回飛んでジャンプして、しゃがんでジャンプしてとかっていうと、ある程度パターンがあるってことですかね。そうですね、タイミングとしては出てくるタイミングが同じなもんですから、まあ、そこをうまくいくとやれるんですかね、それはたまたま、あのー、来てたバイトの人が <laughs> 遊んでてできたんで、本当<ー>はもうちょっとこう、 緩くしなきゃいけないかなと思ってたんですけど、もうクリアできたんで、<laughs> もうじゃあ、その人、大責任あります、ね、<laughs> そうですね、<laughs> もちろんね、無敵アイテムがあるからなんとかなるとはいえ、えー、初めてこれ見た人は、どうすんのよって思います、ね、そうですね、いや、でも私ももう何度も何度もやっぱり、スターを、スターっていう無敵アイテムを失ってしまってから、ファイナル到達しちゃったら、もちろんやってみるんですよ、行ってみよう、行ってみようって。ででででもできないすすよ、まあ、<laughs> そうですねもう 難しいですね、とにかくジャンプギリギリジャンプして、うん、しゃがんですぐにジャンプしてみたいな。すごい、すごい面ですね。うんはい、それがそのボスザビーラです。では、続いてそのアイテムのお話ですね。8種類のアイテムが出てきます。これは各面を進んでいくと、時々ある面があるんですよね。例えば、えー、と今、左上、明かりと書いてますが、これ、ランプですね。 これは暗闇の中で、えー、とボンを使うと一瞬だけ地形が見える明かりがパッとつくというアイテムですで続いて隣の長靴これは靴かな長靴かなこの長靴なんですがこれは、えー、と雲がある面で雲に乗ることができるんですよねそして、えー、その右側 S これは私が当時 S と呼んでいたので S と書いたんですがスペシャルですかねという名前の、うん これは画面内にいる敵にえっとボンを当てなくてもボンを使えばその画面内にいる敵全体にボンの効果があるというとってもスペシャルな大好きでした <S,、はい、<S, S を取ることに命かけてま続いて右側の矢印この矢印はえ十字の上を押すと3点ずつ入るアイテム。<laughs> すごい発想ですね。や,やっぱりこれスコアの入るですね、はいえー。なんでつけたんだろうみたいな感じですよね。<laughs> ちょっと裏技っぽい発想ですよね。なんか上押すと三点入る。はい、まあでも上ばっかりあでそっかでも上ばっかり押してるとね動けないん、ね、でい<う>まあだから動きつつ上みたいな三点ですからね。えー、<laughs> それが何とも微妙な数です、ね。 コントローーラしゃがむで下で左右で動くじゃないですか上使わないんでちょっと上使っとかえないとちょっとコントローラーが調子悪くなるんじゃないかとアサインとして必要がなかった同じところばっか押してると悪くなるかなと思ってすごい思いやりが矢印はホスピタリティだったんですね皆さん上も押さないとだめですからねちゃんと。さあ続いて左下 これは2倍2と書いてあるマークですねこれは宝箱の点数がなんと2倍になる矢印と2倍やっぱりスコアに対してものすごくこう、ね、スコア要素ですね。これはでもね取ると嬉しい系ですね。うん、この2倍はだから例えば10万点で一気アップするってことはいい宝箱をこれを持った状態で開けたらかなり嬉しいですね。 はいそして続いてその隣、時計と書いてありますが、これ、タイマーですね、あの先ほどにお話にあったその残り時間の減りが、ちょっとゆっくりになるというこれは普通に攻略には重要アイテムですね、うん、そうですね、すやっぱり時間が厳しい面というのがあ,、うん、ありますので、ね、うん、長いとこぎりぎり、あれはちょうどいけるような感じで、その長さとかは作ってるんですけども。うんうん なんでまあ、あると、かなりそこはアドバンテージですよね。比較的前半によく行ける面で時計を見つけることがあったので、うん、あの時計は取っとかなきゃっていう印象はすすごいあります、はい、そして続いて隣がボイスと書いてあります、これがまたアトランティスの謎の謎ですね。<laughs> ですかみんなこのマーク、なんだろうっていう方、多いでしょうね。<ー>何使ううんだろうって これはですね通ン、えー、のマイクありましたよね、ファミコンの通ンのマイクから声を出すと、その画面内の敵が動けなくなるという効果があるそうなんですよ。まあ、当時のファミコンらしい機器機能ですね、いくつかそういうゲームはありましたけど、通ン、はい、のボイスで入力をしたら何か発生するとほとんど裏技に近いですよねそうですね。 まあそんな機能もないし、これ、結構壊れてる機種がありまして、これその壊れてる機種だとずっとなんかノイズが入り続けてて、このアイテム取ったら、ずっと敵動かないよとか、すごいハードウェア的には結構、無理にしあの入れたもんだから、あのマイクって言っても、ほとんどね、あんまりちゃんとしたマイクではないです。<ー>なんで、雑音が、ノイズが乗っちゃったりするので。 まあそうするとまあ自動的にっていうのは逆に便利ですよね。これだって実際どうやってやるのかっていうと自分でこうやってもっとプレイするわけにいかないから友達にやってもらうしかないですよね。基本的にあ<ー>、うん、いやななかなか 私ん、ね、通根のマイクっていうのは応援するためにあるものだと思ってたので <laughs> <laughs> 大体あの私、姉と二人姉妹なのでそうすると姉がワンコンを使うんですよね対戦するときは私が通根で一、うん、人でプレイするものは姉がやってるじゃないですか、うん、そうしたら隣で頑張れ頑張れってやるものだったんですよ <laughs> まさかこんなにいい効果があるなんてはい、はい、そして最後ですねスターこれは先ほどお話に出てきましたこれを撮っていると 無敵敵にになる敵に当たっても死ななくなくるんです落ちてしまうとダメなんですけどね本当にこのスターも S とスターは絶対取るんだっていうあの熱意を持っていつもプレーをしていましたね。うん、でそれぞれあの失ってしまう条件っていうのがねいろいろあって今スターは落ちてしまったらダメというお話ありましたが敵にぶつかって死んでしまうと失ったりとかとにかく何でもいいから死んでしまったら失うとか、はい、あと失わないものとかいろいろありましたね。うんはい このバランスもやっぱりいいろそうですねまああのー、ただずっと一回取っちゃうともうあとすごい簡単なんでやっぱりどっかでこう取り返さなきゃいけないっていうのがあったんであ<ー>まあそれ手っ取り早いのは、まあ、その死んだ時に全部吐き出してもらうっていうのがう楽なんでそれにしたんですけどもね。まあでもこの S とかスターとかその決まった面でしか、うん。 取れないんですよね。それであの五面分ぐらい、六面分ぐらい、あのいくつもいろんな面で取れるものもあれば。あと二つの面でしか取れないものとかもあったりして。ね、このスターや S を失った時のあの、ああ。っていう。<laughs> もうやり直しです、ねあ。ああ、やっちゃったみたいな、まあ、もう、えセットボタン押しちゃいますから。やり直しです。ちょ <laughs> っと、ね、事実上のやり直しです。<laughs> あでもちなみにうちの母はあのスタート S を取ってからファイナルに向かうルートだったんですけど、うん、スタート S を取ってからは死なないで行ってましたす、うん、すごい大変ですよねあまあそうですもう死なもう意地でも死んじゃだめですし無敵はかなり強力なんで注意すれば大丈夫です、ね、あと時間制限とか、うん、時間制限が、うん、地味に辛い仕様ですね、うん ファイナルに、ね、スターを持っていければそのザビーラがいっぱいいっぱい打ってくるファイヤーボールもふふーんってこういけるのがちちょっと気持ちがいいですよね <laughs>、はい、こんな素敵なアイテムがいいろろありましたでは続いてアトランティスの謎といえばやはり100面あることということでゾーンのお話をいろいろ伺っていきたいと思います。 えーといろんな面があって例えば鍾乳洞と言われる面はあの私は小っちゃい頃の印象がすごいあるんですけど雨の面と呼んんででいたんですね鍾乳洞は背景に丸いこういう背景がこう丸い柄がこういっぱい入っててで細,い細長い岩がいっぱいこう連なっている鍾乳洞の洞窟の面は後ろはあめ玉。 そしてこの小乳洞の岩は千歳飴って思っていたんですだから飴の麺と呼んでました美味しそうな麺でしたねでも難しいんですよね小乳洞そうですか、はい、なんかジャンプをするのもいろんなこう,なんていうか助走をつけて高くするジャンプじゃなきゃ超えられない岩があったりとか、はい、あと頭をちょっと上の小乳洞に頭をぶつけてから落ちないと 到達できなかったりとか、いろんな技術が必要で、とっても面白い面ですね。うん、あと団子洞窟、こう丸いなんていうんですかね、これは岩で,いいんですかね、丸い岩がいっぱい連なってできている洞窟もあって、はいはい、ここが時間が結構厳しかった印象がありますね。うん、進むのに結構引っかかりながら進むので,そで、ねの、そのままピョン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 って行って。 も引っかかってこうロスしてしまうみたいな、えー、そうなんですねまあそうですねまあ基本的にジャンプの軌道が特殊なゲームのところがありますけどね、はいまあ、特殊っていうか、まあ、あの時代はありましたけどあんまり変えられないんでその空中の動きがん、うん、なんで、ええ、なんか障害物に当てて歓声を弱めて落ちるみたいな、ね、ことがすごく重要視されてそうですねちょっと歓声がついてるもんですから、うん、ちょ入れてもすぐに弱なくて 動き出すとちょっとプクッと早く動いちゃうもんですからよくジャンプしすぎて死ぬとか、うん、そういうこともすごいいっぱいあるます、ね、で一回飛んじゃうともう空中ではもうほとんど効かないんで,いんでその踏み切りの時にもうほぼ合わせてこないとっていうゲームでしたからね思いっきりポーンって言っちゃってそのままフーって死んじゃう時って、はい、あの「テレレテテテてって音がしないんですよね、はい、<laughs> あれすごいシュールですよね <laughs> 敵に当たったりするとそのちゃんとその今の今の回ゲームオーバーだよっていう音がするんですけど落ちた時はしないんですよ、ね、まあ結構下に残りますからねなんか少しあのすぐ死なないですよ落ちても少し下の<笑><笑><笑>その方がすごいシュールです、ね、<laughs> なんあれは何てかわかんないですけどなんか下側で移動できる判定があるのかなと思,<え>と思ってたんですけど。ええ まあ実際にあのたまに隠し通路があるとかあるじゃないですか穴の下、はい、多分そこでの判定の問題でちょっとバッファーを取ってるのかなその、ね、落とは。そう、ね、バッファーはそう、ね、1画面分ぐらいはあったんですけどあすただまあそ,、えー、そんなに下にはもう扉もなかったはずなんでな、はい、んとでなってたのかがちょっとあれなんですけどももしかしたらその下もまだ行けるようにしようとしてたかもしれないんですけど。 ね、そうですね。あ、そうですか。ちょっと音 <laughs> 音があればよかったですね。こういやでもないからこそのあのシュールさがまたいいんですよ。<笑><笑>すはい。あとは、えー、下水道とか空中森林、それから地層ですね。うん、こう大きなこうブロブロック岩大きな岩がいっぱい連なる地層があったり、あと断壁洞窟なのガイボーンがいっぱい出てくるところですね。はい、そういった面とかあとこうブロックがこう ブロックがちょん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 ってなってるとこうこうやって登っていく面ですとかはい、はい、真っ暗な面、あのランプがないと来るしはい,、はい。まほぼほぼ包囲面ですね。<う>えー、あれはすごかったですね。うすねあうまあそれ、まあね、あれはだからもう落ちちゃうといけないんでもうこう棒を投げるとコロコロコロって転がっていくじゃん。えー、それであここ下あるなみたいなそれで進んでいくようにまあ考えたんですけども。うちのお母さんがそれやってたんですよ。ね そうかあれ正しかったんですね。えー、なんでも全く見えないともう普通に行ったら怒っちゃうと死んじゃうんで、<え>まああれをころっと投げてあ落ちなかったら行くみたいな。それで進むんですよ。えー、まあ時間があればなんですけどね。あれ厳しかったですよね。えー、だからその穴に落ちあここは穴が開いてるんだ。えー、でもうちょっと遠めに投げてみて、えー、あここはもう行けるみたいなのを見ながら行くんですよね。ね暗いと自分がどんだけ進んだかもわからないんで、あのー、もう。 難しいです、進むのは、で、えっと、あと氷の面です、氷結面というのがあって、はいはい、各いろんなゾーンが。凍っちゃってるので、こう、あの、<laughs> なんていうんですかね、<え>ウィンがこう、ウィ、ね、ウィ、ウィ、ウってィ、ウィ、はい。あれがジャンプがなかなか踏ん張れなくて。はい、なかなか上がれないんですよね。<laughs> そうですね、あれはまあ、完成部分がちょっとかなり強くして、まあ滑るようにしてあるんですけども。まあ、タイミングが特に難しいですね、あれは、はい、<う>あの、まあ、そういういろんな面があって。 ででその各ゾーンに入る時に文字がこう出てくるわけなんですけどその文字もいろんな色があってあのひょ次の面が暗闇の場合すごい暗い文字が出るんですよ。で氷結の場合はなんかすごく氷っぽい冷たい文字で色の文字が出てくるんですよ。そそうすするると次のの面面ががどんな面かがわかるんなななかかかかですよね <laughs> あれはなかなか例えばその あやっと氷の面終わったと思って扉に入ったらまた氷なんですよ <laughs> 次も氷だと思って <laughs> あれが結構あの予想させる文字の色っていうのが印象的でしたね。ああそうですか、はいまあ、あの各面ごとにパレット色替えをするもんですから、まあ、その色替えをあの、まあ、同じそのキャラクター使っててもそのパレットを変えることによって違う色にできるんで、うんまあ、そういう機能がファミコンにあるんで。 で多分それがもう面次の面に本当は表示するときにも適用されちゃって適用されちゃってあれ出てたんですけどまあでも結果的には結果的にはまあそれで問題ないからそのままになったんだと思うんですけどあ意図してやっていたわけではないというまあでもまあ分かってたけどまあ多分これの方が面白いなみたいなそういうところはですねはいそうだったんですね あとは、そうですね、各印象的なゾーンについてのお話も聞いていきたいんですが、はい、まずあの42面、ね、はい、ブラックホールで、ルあの42面の扉を入ってしまうと、ですねそのブラックホールって書いてある真っ暗な面で、ひたすら落ちて、えー、と死んでしまって、じゃあ次、落ちて死んでしまってっていう繰り返しで、もうそのままもう、まあ、最後を待つしかないんですよね。 いろいろ賛否両論ありまして <laughs> <laughs> だいぶ叩かれましたね。大丈夫です、ね、<laughs> 出す前からあれが大丈夫なこれはみたいなのは言われましたね。はい。えーえー、まあ実際やばかったんですよね。はい。まあでもこれはその活用だからできることでまあごめんけども最初からやってっていう<ー>とこなんですけど、ね、そこは入っちゃダメこそ,こそこは絶対ダメだよっていう。 のをまあ知っていればまあ入らないんでということで,、うん、そうですね、はい、やっぱり覚えていきますよね。えーえーまあ、それでも、やっぱりいろいろ言われましたけどね、はい、そうでしたか、えー、まあでもインパクトはすごいありますね。えー、あとは、ぎりぎりジャンプをしていかないと到達できない面もありましたね、98面ですね。えー、っとですね、はい、こ,うこのぎりぎりジャンプっていうのが、すごく、よいしょ。 あの慣れてくるとできるんですけどすごいやっぱり技術がいりますよね、アクションゲームが得意な人はああれなんですかねまあ逆にギリギリ最大ジャンプの方が楽ってところもあるんですよ、その中途半端に行くのは調整が難しいんで最大ジャンプはもう押しっぱなしでタイミングよく切ればいいんで、うん、なんでまあそれが分かってればいいんですけど、まあ挙動に慣れるまでは多少。 最初の1回目はやっぱりちょっと失敗してしまったりして、うん、でも何度も何度もやってるとうまくなっていくまあ大体だからどちらかというと一番長いジャンプを基本にしてそこで調整していくんでまあなんか上手い人は多分それほどそのギリギリのジャンプ自体は難しくはないと思中途半端なやつの方が調整が難しい行き過ぎたりすることもあるので確かにあ、はい、あの中ジャンプが一番大変だった、ねはい、かもしれないですねうんうん あとはそうです、ね、プレイ技術がいろいろと必要なゲームという印象はすごくありまして私がこう聞いた噂でこで狭い通路の面があるんですよずっと通路になっていてでそこをジャンプを連打していくと敵のカウントが少なくなる敵が出てくる率が低くなるっていう噂が <laughs> それまた噂がっぽい話ですね <laughs> ただ敵の中にですね確かこう主人公が地面についてるときにセットされるっていうのがあったと思うんですよ。なんですもしかしたらそれですと常にこういるから飛んでればセットされることがないんであまり出てこなくなってたかもしれないですね。はい、あ。じゃあ一応理由はあるってことなんですね。すあの敵をセットするタイミングっていうのがありまして、はい、それがまあ何かの時に出すっていうのがまあ あったんでそれがまあ飛んでる時とかあとなんかタイムが何と時に出すとかまあいろいろあったんでそれがもしかしたらとん地面の時しかだ出ないようにセットされてればそういうのです、ね、出にくくなるといです、ね、うかさあ、えー、ゾーンとかプレイ技術の話いろいろ聞いてきましたけどあのー、私の母はどっかから聞いてそのクリアをするまでのルートを。うんはい、あのー 聞いてきたわけなんですね。でもこれっていろんなルートがあるわけですよね、はい、複数ありますね複数ですねはい私の母は1面行って2面に行って5面で s を取ってえっとスペシャルを取ってその後どうどういったか10面でスターを取ってそれから 最終ステージに向かうという流れだったんですけどまあ多分あの全然最短ルートではなく、はい、ちょっと寄り道寄り道ルートだったと思うんですけど、ね、多分相手も取ってから行く堅実ルートみたいな感じ実ルートなんですねね <laughs> だと思います、ねはいはい、すごいいろんなルートがあって、はい、その結構いろんな面からワープができる面もあれば、はい、全然行けない面もあるわけですよね。はい まあ中ににははあの実際には直接行けないところはありますよね直接行けないところも普通のプレジャーそうですよね、はい、あとなんか空中に隠し扉があったりもしますしねああそうですねはいええー、まあ何でもありですよ <laughs> 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 それそれ一応おしまいかもしれないですけど。はい、<laughs> 本当にいろんなあのワープがすごくあの面白いゲームなんですけど例えば一面 で言うと一面から行けるのは3通りありますよねはそうですね、はい、一面でまず普通にあいある扉が2つあるんですよねでその2つの扉どっち入ってもいいしその他に一面を左側行ってこう崖になってるんですけどこの崖をすってギリギリに落ちると ああそ行33名にいけるとか、はいまあ、自殺みたいな感じですけど普通に歩いて落ちると、まあ、ちょっとてて行き過ぎちゃうんですけども、はい、まあそこでギリギリで落ちれば、はい、まあそこに入れるっていうそれはなんか子供の時に普通にやっぱ気づきましたね気づきましたよ、えー、なんかそのあのゲームだからそのアトランティスの夏はその基本的に右に進行方向があることが多いんですけど、うん、左に行けるステージって結構やっぱあって左側に何か隠しがあるのかなと。 思うわけじゃないですかだいたい最初から右を向いてることが多いと思うんです,、ねはい、そうです基本的には右,右向いてるんです、はい、だから逆走してみようっていう発想はやっぱなんかあるんで逆走してとりあえずじなんか無駄に投心自殺をしてるうちに <laughs> たまたまあれって入ってっていうのはやっぱありましたねやっぱり今井さん ゲーマーなんですねきっとあ<ー>私真っ赤く考えなかったゲーマーって言い方失礼ですねゲー,ーゲームの専門家 <laughs> <laughs> その大したもんじゃないですけど <laughs> まあやっぱり、ね、変なことしなくなります <laughs> と特に一面はまだ遊べるじゃないですか,か後半の面になるとここまで来たのを無駄にはできないんでなんか真 <laughs> っ当なプレイしかできないけど最初の面はね結構遊べるわけですよねはいそうですね最初はまあそこなんでまあちょっと 逆行ってみようとか,うとかちょっと余分なことをしてみようかなとかそでそこで発見すると、ええ、あつまりこのゲームはなんかそういう裏技的ななんか隠し通路いっぱいあるんだなってまあそこで気づくんですけどまあ後半からも後半っていうか途中が大変ですよあんまり遊んでられない時間も、ね、<laughs> 正直時間束縛されているわけなんで、ええ、時間内を考えると今見たらそれに入んなきゃ、うん、いつその新しい扉発見できるかわかんないじゃないですかはい なんで、ね、その辺を考えるとちょっとシビアなゲームだったですよ。あわかります途中で扉見つけても<う>これに本当に入っていいのいってそう思うんだけど<ー>大抵ねもう時間が結構やばくなってるからそれ入ったらた死にますっていうことなんで <laughs> そうなんですよ、うん、そ入ったら入ったでまあ、その42目めとかみたいに行って「な <laughs> だよこれ!」ってなっちゃうっていう <laughs> ちょっとそこら辺はねあのすごく大変なゲームで,たそうですね。ねあの この辺なんかありそうっていうポイントもあったりするんですよね。うん、そうすると、とね、あのゴールゴール近くにある扉の横とかにボンを当ててみると扉が現れるんじゃないかと思ったり、一マスだけ凹んでいるところがあったりすると、ここは扉があるんじゃないかって。でも結構それがいろんなところで試すけど、意外とないんですよね <laughs>。<laughs> そうですななでね。数はそんなにないでね。はい、そうですね。はい。い最短ルートいろいろこう。 いろんなあの動画で最短ルートを見るんですけど、うん、一種類じゃないですね。まあいくつかあるっぽいです、ねうんまあうん。最短っていうのはまあ一つなんでしょうけどまあ行くと行き方はまあいくつか。はい、まああ,あと安定してクリアできるかどうかっていうのは、うん、差はあると思うんですね。簡単なとことやっぱり難しいとこがやっぱあるので。うんうん、そうですよね。うんまあ、基本的にはでもあの順番に進んでいけばあのその隠しとか裏技じゃなくてもいけるようにはなって。 っているはずなんですよ、はいうん、ただそれ行くとまあ,名あ結構,結構あな数あるね。<laughs> 行かなきゃいうすると結構難しいとこあるんでなかなかいけないんですけども精神力的に辛くなって、ねでえー、で最後はあの無敵アイテムなしみたいな。それは厳しい <laughs> でも本当に100面あるから本当にいろんなルートで楽しむことができますね。はいはい、そしていろ、まあ、んな裏技の話もいろいろ出てきていましたが。うん 先ほどのはいいよいよこの時間がやってきましたモアイが三つ並んでいる面があるんです。ああそれが二十面かな二十面だと思うんですけどピラミッドが右側にあってその左にモアイが三つ並んでるんですよでそこでキーワードを名古屋と空に書いてあるんですよねでそ、あのー、そのモアイの言っちゃっていいですかはいです大丈夫ですか、はいはい、<laughs> モアイに一匹目のモアイに乗って ボンを7発で、えー、2つ目の萌えに乗って5発で3つ目の萌えに乗って8発名古屋ですねをすると裏面にパッと入るんでですすよね、はい、これすごいです、ねうん、まあそのもともとそのキーワードの「名古屋」っていうのがなんかクイズかなんかになってて確かあの発売した時にその答えを見つけてあの応募するとなんかプレゼントがもらえるみたいな、えー、そういう。 企画をやってたんですよ<ー>でそこでまあ名古屋っていうのはその3、まあ、ソフトのシリーズはみんなそういうキーワードが出てきてそれをまあ早く早物勝ちプレゼントみたいな感じで早く見つけて送ると何かもらえるっていうのをやってたんで<ー>まあそれでそこに名古屋っていうのがまあ入ってたんですけどもただそれはそれだけではちょっと何かなっていうのがあるんで、まあ、そのゲームの中にですね、えー 盆を投げたらっていうのを、まあ裏技的につけてまあ、これ見つかるわけないんで <laughs> あれなんですけども。あの？そういうのを入れたんですね。はい。すごい斬新な裏技でしたよね。はい、私、うん、子供の頃やっぱりあんまりそこまで覚えられなくてで、母がやってるのを見を見まね。で右向いて7。左向いてだっけ？ っいうようなこううろ覚えでやってたので、なかなかその裏目に入れなくって。うん、もう今はもうしっかり覚えましたけど、ね。あ、<laughs> そうですか。はい、このモアイを出すっていうのは、どういうあの。フレーバーなさい。やっぱりそのアトランティス的なものとして。ですかそうですね。まあ、あの。古代の何かって言うと、いうまあ、モア,モアイは結構。うん、はい。なんか思い入れがあったりして <laughs>、うん。<laughs> はい。 そうですね、うん、なんか不思議とモアイとピラミッドは一緒にいても、ねうん、私あんまり違和感を感じないんですけど、まあ、当時の雰囲気としてはやっぱりゲームにやっぱそういう要素って結構ありましたからね、うん、その古代文明的なネタは、はい、そのゼビウスが「夏かの地上へ」とか出てきたし、ねはい、グラディウスなんかも全くにになんか地球と関係ない時だけどモアイがその出てくるみたいなのがありましたから、はい、まあなんかやっぱり。 当時の子供が好きなものと中の多分フレーバーとしては、はい、そういう古代文明とかピラミッドとかモアイみたいな、はい、あったんじゃないかなと80年代的な感じしますけどいいですねわくわくしますね、はい、ところで今井さんなんか今ちらちらとこれ見てましたよねあこれですねこれ,これ素晴らしいです、ね、これすごいんですよ皆さんこれなかったらむしろクリアが難しいくらいです、ねはい、竹内さんが持ってきてくださいましたこちらの アトランティスの謎、完全攻略法、すごいですね、あとでちょっとアップでもねこれはその開発のとに同時に作ってたってことですかそうですね、もう開発の、まあ、結構、雑誌社、これ、小学館なんですけども、はいあの、やっぱりゲームが発売して、できるだけ早く発売したいっていうふうに言われてて、でもう作ってる最中に、何回も何回も名古屋までわざわざ取材に来て、途中のやつを見て、書いてましたね、はい。 まあやっぱりこういうあの攻略本みたいなものがある程度前提もあって結構難易度は難しいけどこれあればできるよみたいな感じとしてそういうのは要素はありますね、はっきり。これはまあ攻略本なんですけどもやっぱ雑誌の記事とか、はい、やっぱ発売後も載っけるときにネタがないとなかなか記事にしてもらえないというのがあって確,か確かに。 こうーンと出してまた紹介してもらったりとかしてまあ当時の、ね、ゲーム雑誌ってぶっちゃけ言うと攻略情報がもう8割9割ぐらいのなんか、うん、ウェイトを占めてましたからね、うん、しかもそれが見て友達がそれをなんか知ってもう誰かに言う、うん、学校で言ってもうだん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 その話題になってそ,うででそれを知って逆に買いたいみたいな <laughs>、はい、そういう発想がでまあ一応こういうのにその 広告は出すすんですけどもやっぱ広告みんな見てなくて <laughs> 見るのは中の記事なんで、えー、なんでまあ記事でそういう取り上げてもらうというのは結構要素して攻略情報を出しやすいようなゲームデザインみたいなのもやっぱある程度裏技を入れておくとか,か,か、えー、そういうのもありましたねだから普通に穴に落っこったら次の面行けるとかこれはもう自然に見つけてくれるだろうっていう,う予想でやってるんですけどもまあ絶対見つからないようなのはもうそういうので乗っけてもらった、うん、まあさっきの名古屋みたいなうと。 やっぱりそういう,そう、ねはいある種、タイアップ情報みたいなですね、えーではい、あの残機が無限になる裏技があるってことも、はい、私、昨日し知ったシリーズ第3弾なんですけど <laughs> す、はい、知らなかったんです、ずっと私、7期で頑張ってたんですよ。うん、あるい、まあ、はね、別に裏技とかそういうわけじゃなくてあの作った後にそにデバッグとかをするんですよ。 えー、あのちゃんと動くかどうかチェックするんですけどもそれがすぐ死んじゃうとまたそこまでいかなきゃいけないもんですから大量にあればもう何回も何回もそこでテストできるんでそのためにこう残してあったものなんですで他にもね確かあの好きな面に飛べるとか面が、はい、順番に進めるとかいろいろあったんですけども、まあ、やるとたまにちょっと違うところに出て問題あることがあるので <laughs> 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 あのそういうのは消したかまあ ちょっと言っとてないかどっちかな他に機能は結構入ってるんですね、でそれはまあこれはまあ差し支えなかったんで、まあ、残しといて、あの、まあ、雑誌社の人にこそっとこう、はいまあ、結構教えてくれ、教えてくれって言われるんですよ、いろいろ。はい、で、子どもからも電話かかってきて、なんか裏表して教えてみたいな、直接電話かかってくるんですよ、本当,に当時は。いや、本当、ね、本当それがゲーム情報の主たるもんでしたよ、昔は。 まあスクープみたいなもんですからねそのメディアにとっては、うん、こんなことができるってそれでいっぱいだから裏技の情報って80年代から90年代の,あのゲームメディアの中ではかなり中心だったんですけど、うん、たまに嘘とか書いちゃうんですよ <laughs> へ<ー> <laughs> でそれでなんかそれですごいみんな困ったりもあったりまあ懐かしいですけどすまあ今となってはやっぱりそういうのはなあまりなくなりましたけど、うん、日本の,そのゲーム雑誌がいっぱいあった頃は 本当にもう袋閉じにとかになってたり、そうありましたねこうやって僕は子供の時からこれ覗き見してましたから当時はやっぱ立ち読みは普通にあったわけですかそうですね立ち読み誰も立ち読みできたんですよ僕なんてどちらかというとレトロゲーム系は MSX しか持ってない子供だったからファミコンとかあのそういったハード持ってなかったそうです人気があるハードだだけど僕はゲーム雑誌を立ち読みしてその頭に入れて友達にそれを 俺知っっててるかって言って <laughs> じゃあお前ちょっとやってみろよっていうことで友達にしてゲームやらせてもらえるみたいな、えー、そういう知識によってあの,、ねえー、あのうまくねゲームと接点を持ってやってたっていうのはありましたから。えー、そうだったんですね、えー いや懐かしいや,ましたいや,いやでもねはい、えー、袋とじにするぐらいそうでもみんな立ち読見されたら終わりですもんねでも当時はやっぱり当然のごとくあのそういうふうに雑誌で出て,してまあ、それで口コミで広がってその雑誌も売れることもあったしやっぱりゲームはブームだったから、うん、最終的にゲームを売れてたと思うんですよ。うんうん いやなかなか、国家的な時代といえば牧歌的な時代です、ね、今に比べると、今だと本当にわれわれメディアの側に言うんですけど、その情報をいかにあのユーザーに届けるかって難しいですからね、裏技とかじゃそんなにね、みんな興味持たないですそのゲーム、そもそもやんないって言われたら終わりですもんね。はいそうですね いやでも本当にこういうのを見るとやはりわくわくしてしまう世代なのでまあ特にアトランシスの夏当たり前ですけどやっぱりこの噂すごいあの向いてますよねうすべてのゾーンの写真まで撮ってあるしこれは本当によくやったなと思うんですよ僕らでもこれな作ってないんでああ <laughs> ほぼ、うん、これとか逆に見たことない人もいっぱいいると思うしまあ、このマップみたいなねゾーンのルート図もかなりこうちゃんと書いてあって、うん、これは本当にね、うん まあ、今からプレイする人は頑張って中古。いや、<も>本当手に入れた方がいいですよ。<laughs> これ見ながら完全攻略してほしす,す,、ね、すごい、あの、価値があるかもしれないですね。う今は出てないので。<laughs> ありがとうございます。うん、さて、では、ここでですね。アトランティスの謎といえば、やはりすごく魅力的な音楽もあると思うんですね。ここで、なんと。今回はですね。 作曲をしてくださいました小高直樹さんからメッセージメッセージをいただいておりまして、ねね、懐かしいです <laughs> 懐かしいですか、はいね、いろんな思い出があるんじゃないかと思うんですけれどもちょっとそのメッセージを私が読ませていただきたいと思います、はい、こんにちは ファミコンアトランティスの謎の作曲担当、小高直樹です数えてみて驚きましたが、1986年の発売から33年ですか、とにもかくにも私の初めてのファミコンです。それ以前のサンソフトブランドのファミコンは、アーケードゲームからの移植だったと記憶しています。音楽はとても苦労しましまたね 音源は3音しかありません。他にはノイズが1音ですと開発担当に言われて、え、どうしようと悩みました。当時、新人で美少年で有名だったプログラマーの竹内さんに音楽のデータ入力をしていただいたと思います。彼が楽譜変換表のようなものを作り、音符を16進数に変換して入力していたのを思い出します。 開発もまだファミコンに慣れておらずどんな音が出るのかどれくらいの容量をサウンドに割り振ればよいのか手探り状態でしたね私はメモリは節約しなければいけないしにぎやかで派手めの音はどうすればいいだろうとかいろいろなことを考えて実験を繰り返す日々でしたそんな中時間切れとなってしまったという感じでしょうかでもいろいろな実験のおかげで次に生かせる収穫も多くありました また効果音や音楽が得意なサウンド専用のスタッフも必要だということも分かってきましたその後サンソフトのゲームサウンドは数々の伝説を作り上げ、うん、現代まで語り継がれていくことになりますアトランティスの謎でファミコンデビューした作曲家の小高は現在西暦2000年以前にはゲーム業界から引退しています現在は大学教授という肩書きを持っており 次世代のゲームサウンドクリエイターあるいは作曲家志望の学生を教えています実は多くを語ることはできませんが誰もが知っている超メジャーゲームの作曲者は私の弟子です、うん、私自身はオーケストラアレンジャーとしての活動が多く今年も画学士の陶器秀樹さん歌舞伎役者の尾上松也さんのオーケストラアレンジなどを終えて年内も有名な歌手のオーケストラアレンジが予定されています しかし30年前から20年前まで私がサンソフトのゲーム音楽を作曲したという影響力は想像を超えてとてつもなく大きくこんなエピソードがあります私自身は Facebook をはじめ連絡先を公開しておらず大学にメールが来ることが多いのですがアメリカを中心に海外からメールがよく届きます例えば私はあなたの作曲したゲーム音楽のバットマンをとても尊敬している インターネットラジオであなたのゲーム音楽の特集を組みたいのだが許可してくれるかとかニューヨークの FM ラジオ局であなたの音楽特集をしたいあなたにとってゲーム音楽は仕事だったのかもしれないが少年期にあなたのゲーム音楽で育った私のようなミュージシャンには多大な影響を与えたことを記憶にとどめてほしいとか私自身には実感がないのですが 私が引退した1900年代とは時代は変わり今はインターネット社会なのでさまざまな情報が入ってきます私にとってはまさにタイムカプセルを開けた感じなんですよねまた40代の男性がアトランティスの謎が大好きだった18歳の学生が今のゲームよりもレトロゲームが大好きアトランティスとメタファイトはお父さんが大切にしていたので家にあって僕も大好き とととか聞くとジーンときちゃいますよね最後にファンの皆さんへ皆さんサンソフトのゲーム音楽はネットを調べていただければ分かると思いますがとても多くのファンの方に愛していただいています上に書いたようにすべてはアトランティスから始まっていますそんなことを頭に置いていただきアトランティスを楽しんでいただきぜひともその後のゲームサウンドのレジェンド,もレジェンドともいえるヘベレケや メタファイト、バットマンなどを聞いてみてくださいね。ちなみに私自身では、自作曲では上海やグレムリン2も気に入っています。とのことです。小高さん、うどうもありがとうございます。竹内さん、いかがですか。そうですね。もう僕、あの会社辞めてから会ってないもんですから。はい、もう十、もう、うんと、そうですね。に、二千。 15年以上会ってないんじゃないですかね。はい、まあ、僕にとって、小高さん、実はちょっと年齢不詳なんですよね。<ー> <laughs> 年齢聞いたことないです。実は。ええ。でも、最初に、三伝し、まあ、その業務用、っていうか、アーケード用ですよね。で、やってたっていうのを聞いてて、まあ、その時は学生だったとっいうふうに、先輩からは聞いてるんですけどね<ら>、はい。まあ、結構、こだわり、を持って、いろいろや、や、っいらっしゃる方だもんですから。あのー、まあ、僕は音楽があまり詳しくないんで、あれなんですけども。 まあ、小高さんが音符を起こしてくれて、それを僕が最初入力し,してたんですね。で、その時はまだあのサウンド専門のものがいなかったんで、まあ、僕がやってたんでこうかなり。あの小高さんもこうストレス感じたんじゃないかと思うんですけども、えー、まあ結構朝までこうその逆を入れて。 回り込んで鳴らすんですね。そうすると小高さんが聞いて、うん、ちょっとこれいかんなみたいな感じ直して。あ<ー>あ、これもちょっといかんからとか、あ、ちょっとこうしてみるってだって、結局朝までなっちゃったりとかありましたね。あ<ー>まあもう腹減って、腹減って、早く終わってくんないから、ちょっとお伝えするんなんですけど。<laughs> サウンド用のツールも作っていらっしゃったんですか。やっぱりそう、最初は作りましたね。はい。サウンドドライバーっていうので、まあ、基本的には、その効果音とかも、結局音符で作んなきゃいけないもんですから。はい 基本的には同じのもんなんですけども、うん、まあその音符を順番に鳴ら,あの鳴らしていくような感じで、まあ、あとビブラートをかけたりとかそういうのを少しずつバージョンアップしてたんですけどまあしばらくしての音楽専門用のスタッフが入ってくれたんで僕は直接音をやることはなくなったんですけども最初は本当にもう作ってました、ねはい、人のプログラムを一生懸命調べてはい、はい、<laughs> あの逆アセンブルじゃないですけども。 あとはあの、はい、美少年で有名だったこはちょっともう気になっちゃいますね今日は写真持ってきてくださってないんです写真は、ね、ここにちょこっとだけ載ってるんですけど美少年が若い頃はそうですねてかこれはちょっとこの前にたぶんデッドゾーンってやつを作った時のデッドゾーンデッドゾーンをその後に作るんですけどその時に取材に来て撮った写真あやばっ すごい嬉しいですね当時の雑誌。載ってるのがあの、はい、次の東海道五十三次の記事なんですこ,ここに、まあ、そのソフトハウス、はい、田んぼ陣がありましてここに写真が。はい いくつか持っててこれがまあ僕なんですけどねこの辺とかこれは間違いなく美少年ですねそ <laughs> うですか <laughs>、ね、すごいあの頃なんかもう忙しくてどこへ行く暇なかったんで髪の毛の持ちつましであ今も結構そういう嫌いあるんですけどそうなんですかえ、まあね、でこれは北海、はい、あの日本一の あのー、今会長になってるんですけども同期だったんで結構一緒にやってましたねから<っ>営業だったんですけども名古屋っていう感じの人脈ですね結構そ,そうですねはい名古屋はそのサンソフトはそのやっぱり音楽は確かにその本当にまあチップチューンのマニアの中ではかなり有名なものがな、はい、ので影山さんとか他の方もいらっしゃいますけどその辺ってななんどうしてっていうのが理由あるんですかその音楽の方って 小高さんとかって、その音楽専門のスタッフ、音楽なんか活動してて参加したのか。たまたまそのゲーム業界に来たからみたいな感じなんですか。うんとね、小高さんは僕はちょっと入る前からもうあの会社で使ってたんで、まあその時は。でも本当にさっき言ったアルバイト、あの音楽大学の学生のアルバイトをどっかで見つけてきて依頼してた。で、まあ多分そんなにすごいできる人だと思ってなかったかもしれないですけども。<laughs> 影山さんとかはどうしたの、どっかやっぱりいろいろ探したんだけその頃にはやっぱり音楽を作るスタッフが必要だっていう認識があったっですよ、ね、そうですね、まあ、僕がプチプチ,チ入れててはちょっと無理があるなっていうのがあったんですけど、まあ、本当、当時はそうですね、本当、人があまりいなかったんであの、特にそのさっき言ったアーケードゲームがかなりこう下火になってて、うん、でこのファミコンやる前に、まあ、3年生もちょっとかなりこう、人事異動があって。 あのー、ほとんどスタッフがいなくなってしまった状態だったんで僕これやることになったんですけど、うん、運よくそういう時代だったんででパムコンが売り出したんでまた人を急に集め出したんですけどそっか<せ>目まぐるしい時代ですよね,まいね、はいまあ、三電子の場合他にもそのパチンコの機械とかあとホール用のコンピューターとかいろいろ他の事業もやってたんで、うんまあ、ゲームはまあほ本当その一部だけだったんで。 あんまり重視されてなかったのかなっていう感じはしますけどね,ねはい。あでもアトランティスの謎の音楽ってまず一番最初に電源をつけた瞬間からテンションが上がるし、うん、あのそれぞれのゾーンに合わせた音楽とか、ね、すごく印象的で残ってるんですよね、うん、3ゲーム中のやつは3曲ぐらいだったと思いますけどね,、うん、ねタイトルとあとそう うんとコングラチュレーションの時何かあったかなそれぐらいしかあんまり曲数的には覚えてないんですけどねえっとそうですねファイナルでコングラチュレーションするとオープニングの音楽が流れて <laughs> <ば>いくっていそれほど要領的な先生がそうですねもう最初だったんで本当にどれぐらいか使えるかっていうのがあんまり分かってなかった、ねうんで本当に入れてみてあまだあるやとかないからちょっと削らなきゃとかっていう、ね、最終的にはもう割と余裕だったんですけどね 三音,音とノイズが一音ってあのあんまり詳しいことはわからないんですけど大変なんだろうなっていうことだけはすごく <noise>、まあ、その特にそのファミコン初期からあるようななんかテクニックのいくつかがやっぱり見られててまああのいわゆるその高速のアルペジオみたいなやつを使ったところがタル,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 ルーンみたいなやつとかあとはあえてその不協和音みたいなものでなんかインパクト出す表現とかはすごくあの まあ昔のチップチューンだなっていう感覚すごくしま,、ね、ましたねやっぱりその3音しか出せない以上なんか和音って出せない出しにくいんですよなんですっごい速いので動かすことによって和音っぽく聞かせるみたいなテクニックは割とチップチューンで有名なんですけどまあそれ言ったあの試行試行錯誤はやっぱあるなと今聞いてみて思いましたね <laughs> やっぱ当時はあんま気がつかなかったんですけどうそうする意味ではかなりその初期のチップチューンの とっても印象的ですよね。そうですねまあ、もうちょっと経つとそのチップの中をチップをプ,ルプラスしてそのカセットの音源チップ入れたいものとかも入れてそうするとまあ結構音が全然まあそうですよね。 ここまでできるかってことはかなり追求されてるものはあるんですけどやっぱり初期の作品だなっていうのは今聞くとすごく思いますいろいろ苦労した感じが感じられます小高さんの中にも「すべてはアトランティスから始まっている <laughs>」という言葉が <laughs> いやちょっとええ相当ね本当かねありますけどね <laughs> いやでもねそのファミコンの初めてのタイトルっていうのはすごい。 印象的ですよね。そうですね。まあ僕も初めてまあ、任されたやつだったんで本当に印象は残ってますね。はい。うん、もうぜひ今度あの同窓会を開いてくださいね。<laughs> <laughs> 皆さんで楽しく語り合っていただきたいです。そうですね。ちょっとこの番組で募集しておきますかあ。そうですね。皆さんあの当時の,あのこの、ね、<laughs> 北隅さんも交えて皆さんで楽しんでくださいね。<laughs> そして報告をいただきたいと思います。<laughs> <laughs> 楽しみにしています。さあ、他に語り残したことは何かありますか。何かこれは言いたいことあれば教えていただきたいですが。そうですね。 じゃあ何か思いついたらあのあ、ね、この後 MC のロスタイムというおまけ番組があるのでそこでお聞かせいただきたいと思います。はい、じゃあ最後に竹内さんが今頑張っていることを教えていただければと思います。あ頑張っていることですか。はい。まあ僕自身はそうですねあの料理頑張ってます。料理。<laughs> 料理お上手なんですか。お好きなんですか。料理は最近結構作ってますね。え、はい、え。例えば。 いや例えばもう普通の家庭料理ですねゲームとかソフトはねあのやっぱり、ね、年齢がたってくとだんだんもう昔の技術は使えなくなってくるんですよ、まあ、新しいと覚えていかなきゃいけないんですけど、まあ、料理は結構蓄積で何年経っても使えるかなっていう、ね、ありますんではい。うう 僕は頑張ってるわけじゃないんですけどもあの三電子の、はい、僕は今は三電子じゃないんですけどもあの伝言でですねあのまだ家庭用ゲーム作ってるんで、うん、サンソフトもこれからよろしくお願いしますということだったんで皆さんもよろししくお願いします、はい、サンソフトさんの今後の活躍も皆さんで一緒に見守っていきましょうね。 というわけで、本日はアトランティスの謎について、たくさんのお話、竹内あきとさんに伺ってまいりました。竹内さん、本当にありがとうございました。あ,ありがとうございます。はい、えー、もう今日は吊るし上げに合うかなと思ってた。大丈夫です。<laughs> 守ります。<laughs> 皆さんであの。みんなそんなに思ってくれて、本当に嬉しいです。はい。本当に楽しいお時間でした。ありがとうございます。 さあではこの後はぜひ MC のラストタイムも竹内さんと一緒に楽しくゲームプレイなんかもねちょっとあ,あ、そうですか、はい、あ、そうそうそう竹内さんお上手だそうですね昔はずかなり上手いはずなんです、ね、そうなんですよ <laughs> あれよりもプレイしてる、はい、そうですよね今ついていける感じ、ね、もう家のツインファミコンが壊れてから これやってないんで、はい、十何年はやってないですね。<や><ー>昔取ったキネズっていうか自転車みたいな感じで、うんね、まあ指が覚えててくれればいいんですけどね。そうですね。<laughs> 楽しみですねということなので皆さん M.C. のラストタイムもぜひご覧ください。ありがとうございました。